緊急院内集会治療法についての勉強会、これから始めさせていただきたいと思います。本日の進行を行います、日本の種を守る会事務局の杉山と申します。よろしくお願いいたします。すみません、ちょっと想定外にたくさんの方にお集まりいただいて、お席がちょっと窮屈になっているかと思いますけれども、ご容赦ください。で、まず最初にちょっと資料を皆さん足りていますでしょうか。大丈夫でしょうか。もし資料をまだお持ちでない方いらっしゃいましたら、受付の方にお声をかけください。よろしくお願いいたします。では、まず最初にですね、本来であれば私どもの八木岡会長からご挨拶差し上げるべきところなんですが、本人が JA 水戸の組合長でして、今回の水害でちょっと現場を離れることができないということで、本日開会のご挨拶を、副会長の萬代からさせていただきたいと思います。では萬代さん。失礼します。ただいまご紹介いただきました出資を守る会の副会長をしております、島根の出身でございますけれども、萬代と申します。本日はこうして、大変な災害のことでございました。先般の災害に関わってこられる、あるいは地域の皆さん方には心からお見舞いを申し上げたいと申し上げでございます。私も縁があってこういう役を申し上げておりますが、私ども農協の関係でですね、JA 研究、新世紀 JA 研究会という、農協の中のいわば同志で会を作っておりまして、いろんな問題を集約をして、各連合会あるいは農水をはじめとする行政の方にも意見を申し上げるということで活動をさせていただいております。まだまだこの種子の関係でですね、生活共同組合、そうした皆さん方を中心にする、皆さん方あるいは山田雅彦先生の関係、等々で、この問題は大変重要な問題だということで、手を携えてこの運動を展開していこうということで、この収支を守る会に参画をしながら努力をさせていただいているところでございます。私個人的に言いますと、実は DPP が施行されました。この時にですね、非常に腹立たしい思いをしました。あまりで担当大臣がアメリカから交渉で帰られて妥結をした。その前に衆参両院で重要農産物の5品目関税は撤廃しない、守ると、そう言って出かけて帰られました。7割近い関税を撤廃したにもかかわらず、この農業交渉は守ったということを言い切られたわけでございます。甘利さんがそういうもんだから官邸も右にならない、さらには国会議員の皆さん方も右にならない、どこを守ったか、今日は TPP の件でございませんからこのぐらいにしますが、そのことで、非常に政府に対する信頼を私は失墜したということでございます。そういう中でですね、この種子の問題がですね、あっという間に廃止になりました。これも少し匂いを嗅いでみると、アメリカの方のいろんな匂いがするというようなことで、大変なこれが日本に及ぼす影響、私どもも後で知ったわけでございますけれども、これはいかんなと、大変なことだということで、私どももそれぞれの地域に応援をした国会議員の先生いらっしゃるわけでございますから、そうした先生に問いただしてみますと、いやー、そら土下座もなかった、ずっと中に農水が案を出して、あっという間に、決めてしまったと、そういう大事な問題だったかと、こういうことでございます。そういうことでですね、私は国を信じないということを、もう島根の後期高齢者が言ったってどうにもならないことは承知はいたしておりますけれども、いかがなものかということを強く思ったようなことでございます。その後この問題に対して、農水関係の詳しい、そうした議員の皆さん方にも要請活動をしてまいりましたが、最終的にですね、
私の前でも記憶していますけれども、参議院の議員会長、自民党の議員会長ですね、しておられました吉田先生のところで実は養成活動をした際に、関連する自民党のインナーと言われる先生方が何人かも来ておられて、そこで一体どうすればいいかと、番内君らがこれだけこのことについても重要な問題と言っているけれども、何度か宣伝可能じゃないかという話がありまして、具体的には申しませんけれども、そこで決まったことが、指示を出されたことが、災害種苗法をまもなく議論をしなければなりません。したがって、ここで種子法で、基本的に種子法と種苗法は性質が違う部分がございますけれども、種苗法でできるだけ種子法で、困ることになろうと思われるその部分はそこでもって、改革するようなことにならないかということで、そういう方向に向かって、努力をするということをお約束いただいたということでございます。したがって全グループも種苗法が改正されるこのうちに種子法で、問題になるそういう問題は大いに提案をして、そこでもって解決を図ろうじゃないかということに、していただいたということでございます。そういう中でですね、今日迎えておりますが、まもなくこの種苗法も素案が議論されておるやに伺っておりまして、これでもって、一つの方向づけがなされようとされております。で、そういう中で山田元大臣と自民党もう少し仲良くいろいろ話をしてくれやというような話をしますけれども、かって山田先生があまりやりすぎたのかどうなのかは分かりませんけれども、少し山田正彦アレルギーが自民党の中にはございまして、山田先生俺に悪いだと思います。まあいずれにしてもそれだけ山田先生は当時の大臣の時に頑張られたということだろうというふうに思っておりますが、いずれにしてもそういうことがあって、私どもは少し苦労もしておりますけれども、そんな問題じゃないと、日本の将来を守るために、なんとか仲良くいろんな意見を出し合って努力していかんということで、今自民党の議員の皆さん方にもお願いもしたいということで、ございます。私とかできますことは、そういう問題をお互いに切磋琢磨しながら出し合ってですね、この種苗法が成立後は多少我慢しなければならないこともあるいはあるかもしれませんが、よく政府側も理解をしてくれたと言われるような法案成立にこぎつけなければならないというふうな思いでおるところでございます。今日はこうして多くの皆様方にお出かけいただきまして、議論をしていただく、本当にありがたいことでございます。また国会議員の先生もわざわざこの場にお越しもいただいたいということで、この問題の重大さが分かるような気がしているところでございます。どうか皆さん方の力を一つお寄せをいただきまして、この種子法の種苗法の改正に向けて、我々が日本国民がみんなアメリカのためとかそういうことじゃなくて、日本の種子を守って安心して暮らせるこの農作物ができるような、そういう国づくりにご協力いただきますようによろしくお願い申し上げたいと思います。会見にあたりまして、お話がありましたように、安倍岡会長、地元が災害でですね決壊して大変なことになっておるようでございまして、欠席でございます。心からお詫び申し上げながら、よろしく再度お願い申し上げまして、大会でご挨拶していただきます。ありがとうございました。私どもの方からこれまでの経緯状況について皆様と、情報共有させていただきたいと思います。ではいきなりですが、委員役
はい、日本の種を守る会アドバイザーの院役智也さんからこれまでの状況についてご説明させていただきます。はい、皆さんこんにちは。こんにちは。ありがとうございます。ですね、種苗法の問題、ちょっと僕はかなりニュアンスを違った形で引っ張られておりまして、種子法が、2017年に廃止されてしまいました。でその時に、この種は、都道府県公的事業から、民間企業に移しなさいというふうに言われたわけですね。じゃあそれってどれだけ移ったんでしょう。民間企業はどれだけ種を作ったんでしょう。調べてみました。住友化学は、5年間で55倍にするというふうに言ってまして、3年間しか見てないんですけども、たった6倍にしかなってないと。で大手3社のシェアを調べてみましたけども、たった 0.3% にしかなってないと。 99% は都道府県が作ってるということは、これは種子法の廃止というのは一体何だったのか問わざるを得ないと思うんですね。やはり今種子法を廃止に関して、復活含めて関係としなければいけない。それと同時にですね、実は種子法が廃止される2017年から種苗法の運用がかなり変わってきているということを見なければなりません。まず種苗法ってどんな法律かということで、まず皆さんもうそんなこと知ってるよという方も多いと思いますけども、この配布資料皆さんのお手元にあるでしょうか。ありますかね。この一番後ろ、とっても分かりやすい図があります。ここだけはまず皆さん誤解のないように押さえておいていただきたいなと思います。ここは何、要するに種苗法というのはとっても複雑な法律なんですね。なぜこんな複雑な法律があったかといいますと、種というのは元来もともと農家のこれ財産、共有財産なんですよね。農家のものなわけです。それはもうこれ原則としてあるわけです。しかし、どんどん民間企業、特色企業の力が強くなってきて、その知的所有権というものを認めなければいけない、そういう状況になった時に、種苗法が1998年に改定されました。企業側の育成者権と農家が持っている種の権利、これをなんとか調和させなきゃいけないということで、この種苗法改定に関わられた農水省の方はとっても苦労されたんですね。そのためにとっても複雑なものになっています。いくつか場合分けしないと頭が混乱してしまいます。どういう場合分けかといいますと、まず登録品種かそうでないかというところで、大きく分かれます。登録品種というのはもう、特定な、性格を持っている、DUS と言いますけども、そういう特定の性格を持っている新品種、登録してから25年、木の場合には、樹木の場合には、30年、その間の権利を、育成した、人たちが、独占できる、そういう品種になります。そのような登録品種がまずあります。それ以外の登録品種、登録入れしてしまったもの、あるいは登録されてない伝統的な、種、これとは全く法律、そもそも、種苗法の対象にならないのが、この、在来種の伝統的な種ですね。これには適用になりません。ですから適用になるのは登録されてから25年までの種、あるいは30年までの木、苗木ということになると思います。そしてそれも、農家が、やる、つまり市場に売るために作る場合と、自家消費あるいは家庭菜園という場合もこれまた違います。この家庭菜園あるいは在来種の場合には、自家採取禁止というものは、今の種苗法の下でも全くありません。しかし農家が市場に出すために作るために、この登録品種を使う場合、この場合には、制限があります。しかしその場合でも、この、法律が作られるときには、この、農家が持っている、この種の権利と、この、育成者権、これはバランスしなければいけないということで、そのバランスが工夫された結果、現在はこの上の図のようになっているわけですね。つまり農家が自分が使うために自家増殖することは原則 OK、 こういうのが現在の種苗法です。つまり種苗法の中において種、農家の権利と育成者権がバランスが図られていた。しかしですね、種苗法の中には例外規定というのが書かれています。これは農水省が指定した品種で、しかもそれが登録されている品種となりますと、自動的に、これが自家採取禁止の対象になってしまう。
ここにですね、この四角の上の四角の下の方に、自家増殖に理由を許諾が必要な場合、つまり自家採取が制限される場合、こういうものが出ています。この2番目にあるのが省令でこれ決められる場合、この省令で決めるのがですね、農水省が省令でこの自家採取を禁止する品種というものが2016年までは86品種でした。それが現在現段階では387品種にまで急激に増えました。2017年から変わってきたというわけですけれども、このことによって例えば人参とかほうれん草、私たちが手にしているような全てのもの、ほとんど全てのものが自家採取禁止に指定されました。しかしびっくりすることに、登録されている人参とかほうれん草で登録されている品種というのは一種もありません。つまり種苗会社の方として登録する、品種登録するメリットを感じていないから登録していないというのが今の現状だと思います。ですから自家増殖の制限というのも存在していないはずなんですけれども、このような形でですね、自家採取していいのか悪いのか、これというものが極めてわからない、多分農家の方でもわからない方が多いんじゃないかと思うんですけども、このような状況が続けてきていました。こういった状況ができた一つの大きな理由には、やはりこの種を取る権利というものは基本的に農家のものであるという、これは原則、これは世界で確認されている、世界の国際条約でも確認されている、そして昨年成立しました小農の権利宣言でも高々に謳われている、農家が持つ、この世界中の農家が持つ権利なわけですね。それをどのようにしていくのか、この考える必要があります。と言いますのも、やはり種を作っていく会社と、これ種を使う側の農民というのは言ってみれば車の両輪なわけですよね。ですからいい種がいっぱい作られる、それが企業も儲かるし農家も儲かる、こういう車の両輪で農業というものは発展していくものですから、やはりそのようなバランスがやはりとっても必要だということで、このような2つの法律ができていると。ところが今ですね、今年の3月から、農水省の下で検討会が始まりました。現在まで5回まで開かれています。その検討会の中で、さまざまな、種に関わる方が、プレゼンされていて、そのプレゼンそのものが非常に面白い、ものだったと思うんですけども、その後にですね、自家採取は一律禁止になるという、ことが出ました。そしてもう一つ気になるのがですね、この日本から海外に流出してしまう、それを防ぐためには種苗法を変えなきゃいけない、本当にこれ種苗法を変えることによって海外流出を防げるのか、そこの議論に関しましても非常にこれよくわからない、やはりこの辺は農水省の方たちに実際問題聞かなければいけない、勝手に僕らの方で勝手に論を組み上げてやっても非常に不毛ですので、ここら辺は農水省の方たちの率直なところを聞かなければいけないところで、今回のこの学習会というものが要注意されたことだと考えております。でこのがですね、最後にこの種の権利に関しましては、例えば、欧州議会は、通常の育種、普通の形で交配などによって作っていった、そういった品種には特許は認めてはいけないという決議を行っています。つまり知的所有権をむやみに、種に、適用していくということは、これは、農業を考えた、食の未来を考えたときにこれはまずいだろう、そういう判断も下されています。同じようにインドは、この種に対して特許を認めておりません。そのようなことも、含めまして、今後日本の種がどういう、日本の中の種の行政どうあるべきか、それを考えていく必要があるだろうと思います。ちょっと長くなりましたけども、これでよろしいでしょうか。続きまして、当会の山田顧問の方からの一言。今日は国会議員の先生方いっぱい来ていただいてありがとうございます。獅子法については廃止されたものの、今現在12の道県で成立して、この2、3つのうちに利上げを成立すると思うので、おそらく年度内に
21の同件では間違いなく成立する運びになっております。で、まあ、ここで少しは公共の趣旨というのは安い伝統的な固定種の米麦大豆の使用ができるので少しホッとはしてますが、国会でも今日後藤先生来てますけれども、趣旨を廃止撤回法案に自民党の審議に応じてまだ継続審議中だということです。で、まあ趣旨法の時からちょっと飼料法のことが大変心配であったんです。もともと飼料法で自家採取禁止、いわゆる全ての種を米麦大豆から野菜まで世界のモンサント、バイエル、そしてダウン、デポン、そしてシンジェンタ、中国加工集団に買収されて、この3社で今世界の種その7割を握っています。しかもこの3社で世界の農薬の化学肥料の7割を握っています。そして結局種を打って農薬を一緒に打って化学肥料も打ってっていうビジネスモデルで世界が今動いていると思うんです。ただそれに対する反発各国ありまして、今どんどんむしろモンサント法案、自家採取禁止法案はモンサント法案と呼ばれて、中南米、インド一旦席巻されたんですが、農民の暴動が起きたりして、今はほとんどそれが廃止された中に、今米国とで、まあ、EU、欧米がそうだから日本もそうしたいと農水省がそうやれるわけだと思うんですが、しかし欧米とは EU も変わってきたようです。で、そんな中で日本がそれを押し付けられるのは大変だと思っておりまして、私が大変気になったのは第5回の検討会で皆さんにお配りした中に、飼料法は複雑だから現場でシンプルに分かるように自家採取禁止に一律にするんだというところです。で、この第5回のプレゼンスで横田農場米の専業農家ですがプレゼンしておりますが、彼は大体7トン近くの米の種子を買って自家採取してきたんです。そしてこの、400キロぐらいの新しい種を買ってたわけなんですが、もしこれを全部自家採取禁止になって、その種子を買わなきゃ今の公共の種子の価格で大体500万ぐらいは余計にかかるだろうというプレゼンしております。しかしそれを全く無視してと私に出せれば、これから農水省も皆さん方にお聞きしたいと思っているんですが、自家採取一律禁止とは何事かとそう思っているところです。一号をランナーで年々種子を増やしてやってきているところですから、これは次の通常国会に種苗法改定案が出される。で、大変大変心配しておりまして、今日は先生方もいっぱい来ていただいてありがたいと思っています。どうか皆さんで、先ほど飯田さんが言ったように、農水がどう考えているのか、政府が言ってみればどう考えているのか、そういったことをまずお聞きして、あと皆さんとどういうことができるかということもご相談ができればと思っているところです。本当私までどうも、ちょっとお時間がどんどん迫ってきているんですけれども、先に大変恐縮なのですが、今日お運びいただいている国会議員の先生の皆様のお名前だけちょっと紹介をさせていただきたいと思います。52衆議院の方から、青山大和議員。はい、ありがとうございます。同じく衆議院議員亀井明子議員。ありがとうございます。岸本周平議員、よろしくお願いします。同じく衆議院議員後藤祐一議員、よろしくお願いします。ありがとうございます。同じく衆議院議員品武志議員、はい、よろしくお願いします。同じく衆議院議員奥原仁議員、よろしくお願いします。ありがとうございます。同じく衆議院議員山岡辰丸議員、よろしくお願いします。ありがとうございます。あと参議院議員上井智
はい、よろしくお願いいたします。ありがとうございます。先ほどもしあの受付でお名刺をまだお預かりしていない先生がいらっしゃいます。いいです、いいです。佐藤先生、ありがとうございます。ありがとうございます。ご苦労様です。ありがとうございます。皆様お忙しいこととは思いますが、できる限りお話を聞いてお帰りいただければと思います。よろしくお願いいたします。ではそういたしましたら、農水省の、担当の皆さんに前の方にお出になっていただいて、ではご出席いただいている、農林水産省の、皆さんをご紹介いたします。尾崎道食料産業局知的財産課長、よろしくお願いいたします。藤田雄一食料産業局知的財産課種苗室長、よろしくお願いいたします。小口優、食料産業局知的財産課課長補佐、お願いいたします。山原洋介消費安全局農産安全管理課、山原でございます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。では、まず最初に、尾崎課長からこれまでの経緯ですとか、農水省がどのように種苗法についてこれから改定をしていくかということで、概要をまずお話しいただきいただければと思います。お願いいたします。どうも皆さんこんにちは、お忙しいところ、今日はですね、日本の種を守る会で種苗法についての勉強会ということでお声掛けをいただきました。今日はですね、私どもの方から本年3月から農水省の方で開催しております、種苗制度についての検討会でですね、議論されている内容に即しまして、有料品種の海外流出の防止でありますとか、新品種開発の停滞といったですね、現にある問題に対応するために、種苗制度として、目指そうとする方向性をですね、説明をさせていただきたいというふうに思っております。で、種苗法をですね、すみません、ありがとうございます。では座って種苗法をですね、改正するというふうに決めているわけでは当然ございませんので、ましてやですね、改正法が閣議決定されているということでもありませんので、今日の改正法のですね、規定をご説明するということではなくて、この検討会でのですね、議論での方向性ということで、ご説明をさせていただきたいということで、ございます。お手元にですね、お配りしております、農林水産省説明資料というのがございます。これに沿ってですね、ご説明をさせていただきたいと思います。でここにお配りしている資料はですね、この検討会の中で、我々の方で、配布をさせていただいた、資料をですね、抜粋なり、あるいは、違う第1回と第5回みたいな感じでですね、合わせまして、コンパクトに説明させていただくようにですね、作ったものでございます。基本的にはもうその検討会ウェブサイトにも資料載ってますけれども、そこを見ていただければ見ていただける資料ということでございます。1ページ目から、説明をさせていただきます。優良な新品種が支える我が国農業の競争力というふうにございますけれども、この日本の農業でございますけれども、この農業のですね、この活力、これをですね、保つためにいろいろな、ブレイクスルーイノベーションというのがあるわけでございますけれども、この種苗、新品種というものが開発されるというのはですね、このまさに農業のイノベーションの源泉の一つということでございまして、優れた新品種はですね、この我が国の農業を支える、非常に大事なものであるというふうに我々は理解をしております。こういった新しいですね、新品種が常に開発されていくということで、生産性の向上でありますとか、付加価値の増加というようなことにつながってですね、農業者にも、あるいはその新しいものをですね、供給される消費者の方々にも利益があるものではなかろうかというふうに思っております。下の方を見ていただきますと、いろいろな新品種をですね、これまで開発してですね、いろいろな恩恵を受けてきているということでございまして、消費者の側としてですね、新しい商品を食べられるという意味で、分かりやすいものもありますが、そういったもの以外もですね、例えば多種であるとか、あるいは農家の方がですね、悩まされてきてた病害に対して耐性を持っていると
こういったものも含めまして、新しい新品種が我が国の農業を支えてきているという状況は見ていただけるかと思います。1枚おめくりいただきますと、いろいろな新品種の例ということで、さらに4つほど挙げさせていただいておりますけれども、イモチ病に強いですね、コシヒカリでありますとか、あるいは赤くて丸くて大きくてうまい、アマオウというふうに商標でですね登録されておりますけれども、福岡県のイチゴでありますとか、あるいは長野県の秋晴れというリンゴ、あるいはこれは電子レンジでもですね美味しい焼き芋が作れるというものでございますね、クイックスイート、こういったようなですね新品種が出てきてですね、新しい需要に応えているということでございます。で、3ページでございますけれども、現在農林水産省の方ではですね、この優良品種の持続的な利用を可能とする植物新品種の保護に関する検討会というのをですね、今年の3月から開催してきておりまして、現在まで第5回までですね、開催をしてきております。で、今日の資料をですね、そういった会合で説明させていただいたものでございますけれども、我々の問題意識としましてはですね、こういった非常に大事な種苗を我が国の農業の強みの源泉の一つというふうに言ってよろしいかと思いますけれども、これにつきましてですね、種苗保護というものでですね、品種登録制度というような形で保護をしているわけでございますけれども、近年は我が国で開発された新品種が海外に流出して栽培が広がっているとか、あるいはこのいろいろなですね栽培上の課題がある中で、この我が国の品種の開発がですね、停滞傾向にあるといったようなことからですね、将来的に農業者がこれまでと同じようにですね優良な品種を持続的に利用していくことができるようにということで、より実効性のある植物新品種の保護ということがですね議論できないかということでですね、開催をしてきているということでございます。委員を見ていただきますとですね、各ですね、いろいろな分野からですね、議論委員を、委員に入っていただいてですね、議論をしているということでございます。で、4ページでございます。ここをですね、見ていただければですね、種苗法がどういったものかということがお分かりいただけるかと思いますけれども、植物の品種でございますけれども、種苗法で保護の対象にしているのはですね、左側の登録品種というものでございます。新しい品種をですね、誰かが開発するということでございますけれども、一般の今まであった品種にないですね、新しい 特性のある品種というのが開発される。その開発されたものをですね、種苗法に基づいて出願をしてですね、審査を受けて登録をされると。で、登録されたものについて25年間の登録品種ということになるわけでございますけれども、この登録品種についてですね、この種苗法に基づいて生産権制度の中で保護しているということでございます。で、これとはですね、この外側にですね、一般品種というのがございます。例えば伝統野菜などのですね、代々地域で受け継がれたような品種、それから開発された後ですね、登録されなかった品種、こういったものもこの一般品種に入ってくるわけでございます。それから登録期間が切れた品種ということで、左側の青いものですね、登録品種として登録されたものも一定期間を過ぎればこちらの一般品種ということで誰でも自由に使えるようになるということでございます。キララ397紅秀峰というところがありますけれども、例えば先ほど2ページで、紹介したような秋映えといったりとかありますけれども、こういったものもですね、今は一般品種になっているということでございます。で、5ページでございますけれども、5ページはですね、この登録品種とですね、一般品種、このイメージをちょっとつかんでいただければということでございますけれども、左側に野菜がですね、こう並んでおりますけれども、基本的にですね、圧倒的な多数が一般品種でございます。これまで新しくずっと AA とですね、開発されてきた品種が一定の期間過ぎると全部一般品種になっていきますので、こちらの品種が非常に多いということでございます。で、左側に登録品種の割合ということで出てきておりますけれども、基本的にはほとんどのものがですね、この一般品種ということで、
まあ、この我々の種苗法のですね、保護対象ではなくて、まあ、誰でも自由に使える一般品種だということがですね、見て取れるかというふうに思っております。で6ページでございます。6ページにはですね、我々なんでこうやって保護しているのかということでございます。品種開発はですね、誰かが一生懸命やっていると、その結果の成果でございます。で、この品種開発にはですね、非常に長い時間と多くのコストがかかっております。ここに例として挙げさせていただいておりますのはですね、国の機関であります農研機構というところが開発いたしましたブドウ品種でありますシャインマスカットというものでございます。この季節ですと、スーパーマーケットに非常にたくさん出回っておるかと思いますけれども、このシャインマスカット、皮ごと食べられてですね、まあ、手軽です、とっても美味しいということで、まあ、栽培も良いということで、非常に今栽培も今非常に広がっております。まあ、大ヒットの品種というふうに言ってよろしいかと思いますけれども、このシャインマスカットでございますけれども、この前がですね、秋津21号というものをベースにしておりますけれども、この秋津21号というのはですね、1973年にできまして、その後1988年からこの高台を育成するということで研究が始まっているわけでございますけれども、その研究が始まりましてですね、シャインマスカットの登録に至るまで実に18年かかっているということでございます。この18年間ですね、この国の機関で、まあ、この育成が続けられて、まあ、その結果、まあ、このシャインマスカットというのが世に出たということでございまして、まあ、こういった研究の成果でありますものはですね、しっかり、我々としてもですね、保護してやらないと、これをやっていくインセンティブというのがですね、十分に保てなくなっていくということで、我々としては検討しているということでございます。7ページがですね、種苗法のですね、この品種登録と育成者権の付与保護ということでございますけれども、この保護の仕組みをですね、簡単な図にさせていただいております。で、左側にですね、新品種の育成者というのがございます。で、この育成者がですね、新しい品種ができたというふうになりますと、この新しい品種をですね、農水省に出願するということでございます。で、出願をされた農水省の方でですね、審査をしまして、新しい品種として認められるかどうかということで、我々の方でですね、品種登録するかどうかということで、判断をしまして、品種登録されますと、左側でございますけれども、新品種の育成者にですね、登録品種として育成者権というのが発生するということでございます。で、この育成者権につきましては、権利の存続期間は25年と、で、果樹などのですね、木本の植物については30年と、5年伸びているということでございますけれども、この期間についてですね、例えば利用者に対して許諾して、利用料を得るでありますとか、あるいは無断の利用に対してですね、侵害に対応するというようなことがですね、育成者権に基づいて行われるということになるということでございます。で、8ページでございますけれども、この仕組みがですね、どういうふうに回っているのかということでございます。新品種をですね、品種開発者がですね、開発しますと、それが農業者にですね、供給されると。で、新しい品種がですね、市場で評価を受ければ、それが高収益につながっていくということでございます。で、この高収益がですね、この農業者にとってもメリットになるということでございますけれども、そもそもこの新しい品種がですね、開発されなければこういう循環回っていきませんので、この循環が回っていくようにですね、品種開発に費用と時間をかけている人ですね、品種開発者が次の新品種の開発をするインセンティブというのがですね、確保される必要があるんではないかということでございます。で、こういった新品種がですね、どんどんと生み出されるということで、この青いテーブルの方が回っていくようであればですね、それが将来的にはこの誰でも使える一般品種としてですね、全体が豊かになっていくということでございます。この右側のところに行った一般品種についてはですね、これはもう誰でも自由に利用が可能なものということでですね、自由に使っていただけるというものでございます。
で9ページでございますけれども、9ページはですね、近年の我が国のですね、この出願の状況ということでございますけれども、この下のグラフを見ていただくとお分かりいただけるかと思うんですけれども、この国内のですね、出願について、まあ、若干の右肩下がりというような状況でございます。我々といたしましてはですね、この新品種の開発というのがしっかり将来にわたって行われていかないと、この部分のですね、このイノベーション強みがですね、我が国の農業の強みが失われていってですね、将来的には日本の農業というのがですね、衰退してしまうのではないかというところについて心配をしているということでございます。で10ページがですね、今のシャインマスカットについてでございますけれども、我が国で開発された優良品種がですね、海外に流出しているということでですね、問題になっているのでございます。でシャインマスカット先ほどご紹介したようにですね、国内で育成されてですね、国内向けの品種ということでございますけれども、非常に輸出産品としてもですね、期待をしているというものでございますけれども、残念ながらこの苗木がですね、中国や韓国に流出をしておりまして、中国や韓国で産地化されているという現状がございます。で、これにつきましてはですね、この中国や韓国で今からどうにかするということはですね、非常に難しいという状況でございますけれども、さらにはですね、現在ではこのシャインマスカットですね、中国や韓国の産地からですね、東南アジアのですね、タイや香港、こういったところにもですね、輸出をされておりまして、我が国はですね、このシャインマスカット、中国や韓国にはあまり輸出をしてないわけでございますけれども、このタイや香港、マレーシア、こういった ASEAN の市場にはですね、輸出をしっかりやっていこうということで取り組んでおりますけれども、海外にですね、競合してしまうというようなことも起こっているという状況でございます。こういったようなことがですね、繰り返されないようにしたいというのが我々としての思いでございます。で、11ページからですね、前回第5回の会合でですね、議論をさせていただいた中身をご紹介をしていきたいというふうに思っております。11ページがですね、そういった海外流出へのですね、歯止めといたしまして、育成者権者の意図に反した利用が制限できるようにすべきじゃないかということで、ここで具体的に検討されておりますのはですね、海外への流出についてですね、今どういうふうな状況にあるかということを踏まえまして、下の方にあるような図に変えていけないかということを議論しているわけでございますけれども、現状ですね、この登録されているこの育成者権がある種苗ですね、これについては保護されているのはこの知的財産権によって、育成者権によって保護されているということなんですが、この知的財産権、育成者権はですね、この一旦販売されて、対価を受け取りますと、この知的財産法上の概念なんですけども、生じということで、この知的財産権は対価を受け取ることによってですね、基本的にはここで、一旦消えてしまうということでございます。でその後、自由に流通するということになるわけでございますけれども、この状態でですね、海外に持ち出されてしまうと、海外ではこの育成者権で増殖を止めるということはできませんので、ここで海外で自由に増殖されてしまうというようなことになってしまうということでございます。でこれが現状ですね、この今の資料の中ではできてしまうということでございますので、下のところなんですけれども、どういうふうなことを考えているかということなんですけれども、例えば国内生産に限って許諾している種苗をですね、例えば海外に持ち出すといったような時に、そこのところについてはですね、例えばこの利用条件がしっかり設定されているということを前提にですね、その海外に持ち出す時に育成者権がちゃんと使えるようにしようということで、当然その育成者権者がですね、海外持ち出し自由というふうに言っている場合にはこれはできるわけでございます。
けれども、海外に持ち出さない、国内でお願いしますといったときにはですね、これを止められるようにできないかということで、まあ、議論をしているというところでございます。で、同じようにですね、まあ、国内でもですね、例えば都道府県などがその県内で、育成栽培するということを前提にですね、その県の目玉として育成したような品種がございます。で、そういったものにつきましてはですね、またその県内限りといったような条件をしっかり付して、まあ、分かるようにした場合にはですね、例えば県内、県外に持ち出すときにですね、その育成者権でですね、まあ、その海外に県外に勝手に持ち出して栽培するということについて、まあ、歯止めがかけられるようにしたいというようなこともですね、合わせて、まあ、同じこととして、まあ、検討しているということでございます。で、12ページ見ていただきますと、まあ、それについてのですね、まあ、これまで、まあ、第5回で、この議論したわけでございますけれども、まあ、どういった議論意見が出てきたかということでご紹介しますと、まあ、優良品種の国外流出にですね、強い対応をしてほしいと、あるいは育成者権者がですね、利用を国内生産に限定していても海外への持ち出しが制限できないというのが問題だというようなこと、それからインターネット販売などについてもですね、制限必要なんじゃないかというような意見をいただいているということでございます。で、まあ、これに対してですね、まあ、どういったようなことを議論しているかというと、この登録品種の利用についてですね、育成者権者が条件を付した場合には、その一旦譲渡した場合であってもですね、条件に反した行為については育成者権者の効力が、育成者権の効力が及ぶということにできないかということでですね、まあ、条件についてはですね、例えば輸出先の国でありますとか栽培地域の限定といったようなものをですね、明確な条件に限定したことですね、まあ、理解しますので、ということでございます。それから、まあ、そういった条件がですね、その実際皆さんに分からないと困るということで、育成者権がそういった付した条件については農水省のウェブサイトで公表するかとかですね、まあ、利用者への、まあ、周知が必要なんではないか、あるいは品種登録表示の、まあ、義務付けといったことも検討するんじゃないか、それから、まあ、インターネットを介した、まあ、取引にもですね、対応できるようにするべきじゃないかというようなことでですね、今議論が進められているということでございます。それから13ページでございます。この登録品種についてですね、増殖をする場合でございますけれども、これは通常利用権に基づいて、言い換えますと許諾を受けてですね、やるべきじゃないかということをですね、合わせて議論をしているところでございます。この現行の種苗法ではですね、収穫の一部を直作の種苗として使うということが農業者には認められているということでございます。で、その結果、この種苗の生産とかですね、その後の利用について、まあ、育成者権者が全く把握できないというような、まあ、事態になるということでございます。で、こういったところでですね、育成者権者が把握できないということになりますとですね、まあ、海外への種苗の流通にですね、つながるとか、あるいは育成者権者がですね、正当な対価を得ることができなくなるというような結果ですね、例えば F1 というのがございますけれども、F1 にならない品目についてはそもそも品種開発が進まないといったようなですね、まあ、ことにもなりかねないというようなことで、ございます。それから例えば品質が管理されない、まあ、飼料の増殖というようなことになりますと、登録品種のですね、特徴を生かした産地化とかブランド化といったものがですね、これ県が新しく品種を開発してそれでやりたいと言っている中でもなかなかうまくいかないというようなですね、弊害の発生も懸念されるということで、この登録品種の利用についてはですね、育成者権者が管理できるような形に、まあ、転換していくべきじゃないかというようなことでですね、検討をしているというところで、ございます。で、14ページでございますけれども、14ページはですね、登録品種の中でも果樹の場合ですね、まあ、剪定枝というようなものがございます。植えた後ですね、まあ、枝をこう切ってですね、また次につないでいくというようなものでございますけれども、これについてもですね、基本的には同じ考え方でですね、この育成者権者にちゃんと、まあ、許諾を得てですね、やっていくべきなんです。
ではないかというようなことでですね、合わせて検討しているということでございます。それから15ページでございます。先ほどからですね、農業者がですね、許諾を得るというようなことをですね、申し上げておりますけれども、この現行の種苗法ではですね、この許諾を得ますと、通常利用権というようなことになるわけでございますけれども、この通常利用権はですね、この品種登録簿に登録しなければ、育成者権者が変わったときにですね、その新しい育成者権者に対抗できないということがですね、問題になるというふうに我々としては考えておりまして、ここについても合わせてご議論をいただいているというところでございます。で、育成者権がですね、他の新しいですね、人に移った場合ということになりますと、そこのところですね、新しい育成者権者が例えば許諾しないということになりますと、この農業者がですね、今まで使ってきたこの品種のですね、例えば許諾を受けて増殖してたのに増殖できなくなるというようなことになると、非常に安定的な営農という観点から問題があろうということでございまして、今議論をしておりますのは、そういったですね、許諾を受けていた人がですね、その許諾を受けている期間内にですね、例えば新しい方に育成者権者が変わってしまった場合に、その前の人とのですね、許諾というので、新しい育成者権者にですね、対応できるようにということで、そういった許諾の効果をですね、強くできないかということで、議論しているということで、ございます。で、こういった論点につきましてですね、いただいておる意見ですね、ご紹介させていただきますと、16ページでございますけれども、果樹などについてはですね、そういった自由な増殖が行われている部分がありますけれども、販売した種苗がですね、農家で高槻などでどんどん増えてしまえばですね、この開発費用の回収ができなくなってしまうということで悩んでますと。それから公的機関の方はですね、薄く広く許諾料を徴収することが重要だという一方で、種苗法ではですね、この自家増殖があるということで、このままでは公的機関の育種にも支障が出る懸念があるということで、ご意見をいただいているということでございます。で、この品種開発の継続にはですね、財源の確保が必要だと、その登録品種は権利保護をすると、一般品種は自由に利用すると、こういうバランスが重要なんではないかというふうにですね、ご意見をいただいているということでございます。で、今の議論の状況はですね、この育成者権者がですね、登録品種についてはその増殖をですね、管理できるようにするということで、登録品種の増殖については育成者権者の許諾に基づいて行われるものにする必要があるのではないかということと、先ほど申し上げたようなですね、安定して許諾を得てできるようにということで、通常利用権については育成者権が移転しても効力を有するようにできるべきではないかというようなことで、議論が進んでいるということで、それから、続きましてですね、17ページでございます。育成者権のですね、権利範囲の明確化ということでございます。特性表の活用というふうに書いてございますけれども、我々ですね、農林水産省出願を受けて、品種登録をするときにですね、審査をいたします。で、審査をするときに、この植物体をですね、比較いたしまして、今まである一般品種あるいは既存の登録品種、こういったものの中で、調査項目をですね、たくさんあるわけですけれども、それぞれについて評価をいたしまして、その評価を記録して特性表というのを作ります。で、この特性表でですね、その今までの品種と違いがなければ新しい品種としては登録されないという、制度を取っているわけでございますけれども、この裁判上はですね、この現物主義という考え方で、判決が出されておりまして、育成者権をですね、行使しようとするときに、この植物同士をですね、比較してくれというのがこの現物主義でございます。で、この考え方で、さらにですね、この現物主義の今、育成者権を侵害しているのではないかと思われる、疑いがある品種
植物とその登録時のその登録された植物と比較するというのがですね、この今の判例の考え方でございますが、実はこういうような考え方になりますと、この登録っていうのはですね、育成者権25年ありますと最大で25年前にあった植物と比べなきゃいけないということなんですけれども、これ植物は生き物でございますので、その時のものがそのまま取ってあってもですね、発芽するかどうか分かりませんし、まあ形質も変わっているかもしれないというようなことになりますので、この比較が実際上非常に難しいというようなことになるわけでございます。したがってこのなかなか品種利用権者、失礼します、育成者権者からしてみると、この権利がですね、守られないというようなことにもなりかねませんし、実際使っている人からしてもですね、どれがどういう品種になるのかというのがですね、はっきりこう裁判で出てこないというようなことになってくるというようなことでございます。で、左側がですね、今の、 下の図を見ていただきますと、左側がまあ今の裁判の考え方なんですけれども、登録時の現物と現在のその侵害的品種と比べれば侵害を立証できますよということになっているんですけれども、この登録時現物というのがですね、もう侵害時、今はもう存在しない可能性があるということで、非常に使いにくい制度になっているということでございます。で、我々といたしましてはですね、そういった使えない権利といいますか、非常にですね、この立証できないようなものだと制度としてなかなかうまくいかないということがございますので、この右側のようにですね、この登録時に我々としては比較栽培をして審査をして特性表というのを作っております。で、この特性表に照らしてですね、この植物体を比較して、この特性表であれば25年経ってもその表がそのまま残ってますので、裁判でそういった場合には推定が受けられるというような形にですね、してはどうかということで、この特性表を活用した権利範囲の明確化というのを図るべきではないかというのをですね、議論しているところでございます。18ページいただきますと、この検討会におけるですね、ご意見ということでございますけれども、育成者権がですね、権利侵害になるかどうかという境界がはっきりしないのは困るということ、それから、現物主義で実際に裁判を起こせないということ、それから、この今育成者はですね、この品種登録されたものを一生懸命維持してても、裁判上それが使えないということで非常に困っていますというようなことでご意見をいただいております。で、右側のところですね、課題解決のためにどういった議論をしているかということでございますけれども、先ほどのですね、事実上なかなかこの25年間ですね、当時の植物体を比較のために取っておくというのは難しいですよという中で、この制度をですね、どういうふうに使っていくかということで、3つ目の周りのところでございますけれども、特性表に記載された特性というのはですね、品種登録時にそれを現物をですね、しっかりこう写し取ったものだというふうに考えることができますので、この特性表によってですね、この育成者権が及ぶ品種かどうかを推定できるような規定があるといいんじゃないかということで議論しているということでございます。それから19ページでございます。で、19ページはですね、その特性表をですね、これからしっかり使っていこうということで、その前提としてですね、この審査登録審査のコード化というのもですね、重要なんではないかということで、ございます。で、特にですね、近年の品種開発では、冒頭にご紹介したようなですね、病害虫抵抗性ですね、例えば先ほどであればイモチ病とかですね、なしでいうと黒斑病、こういったようなものに対するですね、抵抗性がですね、非常に育種の中でも重要性を増してきているわけでございますけれども、この下の図の上段のところを見ていただきますと、比較栽培をすればですね、外形的な特徴はすぐに比較することができるわけでございますけれども、そういった特殊な病害に対する抵抗性というようなものでありますと、一つ一つですね、隔離して、その病害虫に対する抵抗性というのをチェックしていくということで、非常に時間とお金がかかるということになってまいります。で、こういった、ところについてですね、
審査をしないということになるとこれが反映されないということなので審査をしたいわけですけれども、他方でそれを全てのその品種の植物にですね適用するとこれはコストも非常に膨大なものになるし、いつまでたっても登録が済まないというようなことになってしまいますので、ここについてですね育成者がここについての抵抗性があるものを育成しましたよという形でですね、把握してますので、そういったものについて申請を受けた場合にですね追加的に審査をして、まあ、登録ができるということをですね、やってみればどうかということをですね議論させていただいているということでございます。それからもう一つですけれども、我々後でご紹介しますけれども、海外に流出した種苗に対してですね、その歯止めをかけるために海外での登録というのをですね進めております。これができるよう効率的にいくようにですね日本の審査結果を使ってもらいたいということでやっておりまして、ここのところですね海外と同じ項目で審査ができるようにしたいということでございます。すいません、じゃあちょっと急ぎでやってもらいます。はいはい、ということで、この登録審査のコード化ということでですね、議論をさせていただいております。で最後にすいません1枚飛ばさせていただいて21ページでございます。今我々の方でですねこの会合でもご紹介させていただいておりましたけれども、海外への流出に対する備えのもう一つとして海外での育成者権の取得というのを進めております。非常に今海外に漏れた時にですね問題になるような例えば輸出的に非常に重要なものについてですねこの海外への登録を出願者にしてもらうということで、その必要な費用の助成でありますとか、あるいは海外の監視、それから海外でそういったものの侵害があったときにですね、その侵害対応のための費用、こういったものをですね、支援しているということでございます。22ページもですね、そういったものをですね、さらに、一元的にやれるようにということでですね、対策を、財務省の方に今お願いをしているということでございます。このところはですね制度とちょっと違うものなのでご紹介だけということで、すいません、恐縮なんですけども私からの説明を終わらせていただきます。ちょっとお待ちします。申し訳ない。はい、ありがとうございます。お時間の関係がありました。では早速ですが、こちら の日本の種を守る会から提出しております質問に関するお答えをにお聞きしてしまってよろしいでしょうか。ちょっといいかな。はい。この前、第5回の検討会で配った資料はみんなには配ってないじゃないですか。第5回でお配りした資料たくさんある中で、法的な論点ということで、議論したものが後ろについているということでございます。全部ではないです。第5回に配された資料の中に理解こう書いてあるんだ。種苗法は例外規定が多く複雑で理解が難しいことから、自家採取、自家増殖や転売は一律禁止といった現場が理解しやすいシンプルな条文にすべきと、条文にすべきとまで書いてるんだよ。で、先ほど種苗法の改定案は出すか出さないかまだ分からないと言ってる。来年通常国会出すことは明らかなんだよ。どうだ。今検討会で、また議論が続いておりましてですね、これのまだ取りまとめもなされておりませんので、現段階においてですね、この種苗法について、例えば改正をするといったようなことについてはですね、意思決定がされていないという状況でございます。それじゃ一つ聞くけど、時間増殖いや転売は一律禁止となっているけど、種苗法21条では登録された品種、これは自家採取自由だな、原則ね。そうですね。だから自由になっているのを
一律禁止するっていうことは自家採取自由にしちゃならないってことだね。自家増殖、許諾がないと自家増殖できないって形にするわけだね。自家増殖についてはですね、まあ、今の種苗法については規定がありますけれども、種苗法では原則自由だよね、これ。まあ、そういうふうになってますね、はい。それについて今我々の方でこれ議論しているわけでございますけれども、うん、登録品種についてはですね、育成者権の許諾を得て、やるようにしようと。だから許諾を得てっていうのはちょっと分かりにくいから、はっきり言うとね、自家増殖禁止ね、今原則自家原則自由で、これに反したら、ね、10年以下の懲役、1000万以下の共謀罪の対象だけど、許諾がないと反するってことになるんだね、これからは。例えば育成者権者がですね、この品種については許諾がなくても自由に増殖して構いませんよという形で開放すればですね、これは自由にやれるということになりますし、その結局は育成者権者のその意思の元でやりましょうということなので、例えばそれは例えばモンサントが育種権者だとする、ね、モンサントという会社が単にどうかにどうぞ使っていいですよ自由にというかに許諾するわけないじゃないか。でそうなるとみんなこれから自由に自家採取して、例えばイチゴだってそうだよね、10本ぐらい苗を買ってして、そしてだんだんで増やして6000本ぐらいにしてハウスに入れてるわけだ。それがみんな許諾がないとできないことになるじゃない。ね、1本250円ぐらいの苗を6000本買うとしたら大変だしってな、こういう会社をやろうとしてるわけだろう。登録品種っていうのはですね、うん、その育成者がお金とコストをかけてですね新しく生み出したものなので、そういったものについてはですね、その育成者の許諾のもとで、増殖をするならばしましょうということになって、そうじゃない。で、今までやってたものについて、登録された品種であっても、はい、今までは自由だったのが増殖自家増殖。そうだろう、そこははっきりする。今までは、登録されてる品種であってもですね、うん、このまあ勝利してとその置くとすれば、うん、原則としてですね。その自家増殖をすることが認められていた、うん、しかし今度の会社の検討案では許諾がなきゃできないってことだろう。許諾を得てやっていただきたいということです。やっていただきたい、はい、そしたら違反するわけだろ、1000万円以下の罰金、共謀罪の対象、育成者が自家増殖しないでくれと言っているものに対してですね、そうそれすれば自家増殖いいよと言うわけないじゃないか。独占司法審だぞ、うん、育成者権育成者権者というのはですね、例えば都道府県とかがブランドを作るためにやられている場合、それは県としてのブランドを作るために許諾等をします。そういう場合はですね、その県内の例えば農業者であれば自由に使ってくださいとか、例えばイチゴの例でですね、イチゴが増殖しない、それで作ってるのはどうですか。いや、それはただそこについて育成者権者の意思でやっていただくということをですねにしたいということです。ちょっと伺いたいんですけれども、今の山田さんの話、私審議の山岡ですが、いただいた資料16ページにありますけれども、見出しは安定的に登録品種を利用できるすべきではないかということを書いているわけでありますが、検討会のおける意見を見ますとですね、端的に本音が書いてあるわけでありますけれども、いわゆるその開発費用の回収が現行では困難であるということが悩みである。そしてまた公的機関はですね、公的機関の育種に支障が出る、それは財政的な問題ですね。つまり新品種作ったらその分のお金をもらいたいということが、思いっきり書いてあるわけでありますね。で、私この論点ですごく気になりますのはですね、これ農水省の基本的な考え方としてまだ決まってないということでありましょうから、基本的な考え方として伺いたいんですけれども、これ最悪のシナリオはいわゆる海外に流出している、品種について制限ができてないわけでありますね。新品種についても例えば
ユポフのいろいろ条約に配慮しながらいろいろ考えなければならないとかいろいろ書いてますけれども、この中身を見るときに事実上海外に出たものを何か制限できるような決定的な中身にはなってないと。そのにもかかわらず国内を規制するという話になったときにですね、こう海外に出てですね、どんどん安くですね、まあコピー品が出回ってですね、国内がまあいわゆるその登録育成者のですね権利の名のもとにこれいわゆる負担が大きくなってですね、価格競争力が失って、国内日本から輸出するところがですね市場から追い出されてしまうようなですね、ただでさえ人件費が高くて、まあ、なかなか日本の商品はそうすると高品質でなければならないわけでありますが、やっぱり海外の状況がですね解決してない中で国内の規制を強めるということについては、まあ、私はシンプルに農家さんにとって非常に日本の農家さんにとって厳しい状況というか、日本の農業にとっても厳しい不幸な状況になるんじゃないかということは思っておりますが、これ農水省さんの基本的な考えとしてですね、まあ、そうした方向に持っていくつもりはないということが基本的な考え方なんでしょうか。そのいわゆるですね海外の状況は解決しもしないにもかかわらず、こういう国内の農家さんに負担を強いるようなですね話はしないというのが原則的な考え方なのかどうか、そこをちょっとお伺いしたいと思います。まずですね、この検討会我々の方で立ち上げた時のまず最大のポイントは、海外に流出しているものを何とか抑えたいということでございます。でその観点から今まさに検討しているようなものも出てきておりますけれども、合わせて海外での種苗登録、こういったものも併用しながらですね、外に行かないように、外に行っても産地化しないようにという形で対応を取っていくということでございます。で外に出ていかないようにきちんと管理するという観点から言いますと、この外に出ていくところをですね持ち出しを防ぐということが一つありますけれども、国内においてもですね、この育成者権者の目に届かないような形で増殖されたものがですね海外に行くというようなことをですね、やはり我々としては防いでいかなければいけないということでございます。で過去にはですね、農業者からもらったものをですね、海外で増殖してですね産地化して逆輸入しようというようなことでですね問題になった事例もございます。そういったような観点からいくと、我々としてはですねこの海外に漏れていかないようにするためにしっかりこの育成者権というものをですね活用していかないといけないんじゃないかということで、今回の提案の中身になっていると。いや海外に流出しないようにすることに対してはそんなに多く反対はしてないと思うんですけども、ただこの16ページにあるように、いわゆる開発費用の回収が困難であるとかですね、公的機関の育種に支障が出る、財政的な支障が出るんだと、つまりその育種権を持って財政的な負担を農家さんに強いるということを持ってそのことをやろうとするからですね。例えば管理するだけだったら自家栽培がどうなっているのかというのをヒアリングする、そういうこともできるでしょうし、いろいろですね輸出の時に制限する、インターネット販売の時にいろいろ規制するということも、いろんな海外に流出することを止める手段はいろいろあると思うんですよ。ただここにありますのは、国内にそういう負担を強いるということをですねやはり前面に出てくるものですから、これ海外が解決していないのにもかかわらず国内の農家さんにこういうことをやるということが非常に日本農業にとっての不幸になるんじゃないかということを問題意識として私は質問しているんですけれども、今のお話は何とか止めたいという精神論はおっしゃるんですけれども、この農家さんの負担を求めることについての問いについての回答はないんですけれども、そういうことには考えておられるでしょうか。13ページを見ていただきますと、この登録品種のですね利用について、今どうなっているかというところがありますけども、上の方を見ていただきますとですね、この箱のところですけれども、この種苗生産とかその後の利用の実態把握が困難だという中で、海外へのですね種苗が、流出してしまうリスクというのがですねここにあるというふうに考えておりましてですね、ここのところはしっかりですね、育成者権者がですねそうなってもいいものであればそれはいいんですけれども、許諾をですね、しっかりして把握をしてもらうということでございます。この許諾ですね、育成者権者のいろいろな動機があると思いますけれども、例えば産地作りをする時の産地のですね、生産者の把握というようなことであればですね、
例えば必ずお金をもらわなきゃいけないということでもないわけですね。例えば県内で、育成された品種について県内の農業者がですね、産地作りのために利用するというのであれば、例えば県内に限って言えば増殖していいですよというようなこともですね、都道府県であれば当然選択肢として考えると思いますし、それぞれの品種を開発した人たちのですね、考えによってそこのところは変わってくるということでございます。その県の検討、検討委員会でも県のそういう研究に携わっている人は自分たちの県民の税金で新しく作ったイチゴの品種だから、それについて当然自由に使ってもらうのが当たり前だし、我々育種権者にとってみてもその方が嬉しいんだと、なんでそう言ってるのにわざわざ許諾がなければいけないというのがおかしいんだけど、一つもう一つ、海外流出を食い止めると言ってるじゃない。海外流出、この種苗法は国内法だろう。国内法でまず海外流出を食い止めるっていうのは、できないんじゃないかと思う。これはね。でもう一つ、種苗法の中での説明文書を読んでると、前の検討会の全部ね、いわば一旦登録された種子を買った人はどのようにでもその権利ができて、いわゆるそこで尽きてしまうから合法的に海外へ出ていくんだって言い方してるよね。しかしね、種苗法21条の解釈はそうじゃないんだ。いい？そして10年前に農水省が出した資料を手に入った。10年前だ。2019年の3月の4日か、品種保護制度の概要ってやつだ、ね、これを読んでみると、登録された品種を買ってもちろん自家増殖できるけれども、で第三者に対しての譲渡、ね、取った資料がこれは禁止されてるんですよ、ね、今になってそれが自由にできて、それが海外に合法的に持ち出せるのはおかしいじゃない。だから宮崎県が言ったように海外流出を食い止めるんだったら、宮崎県が種苗の水泳で刑事告訴したじゃないか、ね、ああいうふうに日本で刑事告訴する手続きが残ってるじゃない、もし海外に持ち出せるとしたら。そしてもう一つ、前の知財課長と話したことあるんだけど、ね、海外でなぜ農水省は社員マスコットの衣装登録か育種登録か商標登録しなかったのか、これは農水省の責任じゃないかと、ね、それでいてその自家採集自家増殖禁止この法を持ってくるってのはおかしいじゃない、ね、海外流出食い止めるためってのは嘘だと思うか、どうか。3つほどあったかと思います。で1つ目はですね、種苗法は国内法だから止められないんじゃないかということでございます。種苗法が国内法であるというのはおっしゃる通りでございます。なので、一旦海外に持ち出されてしまうと、その海外で育成者権を行使することはできないということでございます。で、今回ですね、我々の方で検討をしておりますのは、その種苗をですね、国内流通のどこかで買ってそれを持ち出そうとするときに、その国内で言えばギリギリのところですね、持ち出す前に止められるように、水際で止められるようにしようというのが今の種苗法21条で登録された品種は持ち出すのを禁止することはできるじゃないか、これ書いてあるよ、10年前の資料で。なんで今になって農水省変わるんだ。その資料はですね、無断で例えば自家増殖とか無断で増殖したものを持ち出すことはできないんですけれども、増殖通常料金を得て例えば増殖された資料を買ってきたものを持ち出すことは、その資料でおそらくですね、いやすみません、その資料がどういうふうに書かれているか承知してはいないんですけれども、買って一旦利用権がですね、承知したものについては持ち出せるというのが、それは平成10年から変わらない解釈だと思います。解釈だよね。
どう解釈するかだけど解釈で、はい、解釈だよ、もちろんそれはね、法律の解釈だ、21条の、はい、ね、で、我々意見訴訟の弁護団も来てるんだ、我々の法律的解釈ではこれは譲渡は禁止されてると思ってる、だからこの会社に必要は全くない、で、このように10年前の資料でもそう書いてる、私はそこは議論が上がると思うから僕だけ質問するわけにいかないから、ちょっと今日カラッとしてちょっといっぱい質問してしまって申し訳ないと思う、どうぞ、はい、福田ですけども、質問じゃありませんけど指摘しておきたいと思ってますが、アメリカの、ね、支配している 1% の人たちは米ソの冷戦構造が終わった時にどうやってアメリカの国益を守るかというのを英知を集めて検討しているんです。その結果3つね、これをねしっかりと世界に普及して儲けようというふうに決断をしているんです。1つがね、金融ビッグバンです、金融の自由化、2つ目が知的財産権の保護です、3つ目がね、インターネット化です。この3つでね、世界の富を全部アメリカに集めようという作戦を立てる、今世界中がそれで動かされている、知的財産権の保護も TPP もそうだったじゃない、ね、薬屋さんがさ、いっぱい儲けるような仕組みをやろうとして、アメリカのスティグリッツ博士でさえアメリカの製薬大企業がね、儲かるだけだからやめとけ、こういうふうにスティグリッツ博士が言ってたし、基本的にですね、それからディズニーの映画なんてさ、著作権がさ50年から75年だなんてさ、とんでもない、これももし解禁したらね、それこそなんだ25年だったっけ、これが30年とかね、そういうふうに長くなりかねない、知的財産権で儲けようっていうのがアメリカの 1% の人たちの実は考えだから、そこにこれ見事に乗っかっちゃってるよ、首領法の廃止、そしてこの首相の廃止で、この首領法のね、これからの改正、そんなところに乗っかっちゃダメだよ、これ、それだけ言っておきたい、以上です。はい、ありがとうございます。どうしましょうか、あ、手を挙げていただきます。栄養繁殖っていうのはちょっと分かりにくいんですけども、それと柑橘、みかんとかこれの剪定子 その活用したものと、それがなった実を販売するっていうのと、まあ、僕は種子島から来たんですけど、南西諸島っていうのはサトウキビがほとんど自分たちで、そのサトウキビから種を作って、そして自家増殖してるんですね。だからそれで大体 4,5 年取れる、次々に生えてくるんで、茎を埋めるわけです。そうです、茎を2つぐらいの石の方して埋めて、そしてそこから出てくる。でそれでなくても TPP で砂糖の関税なくなって補助金なくなると、南西諸島の半分ぐらい砂糖機が全部やられちゃったら、ちょっと有人離島でも、いろいろありますけれども、補助金も出てますけど、砂糖機が大打撃を受けたら相当やばい話だと思うんですね。で実際の利用ってほとんど今8割ぐらいが自家増殖でやってると思うんですけど、これ全部一律禁止になるんですか、ね、はい、ですね、まず知的財産権の保護の話でございますけれども、我が国ですね、これまでやはり都道府県、それから国の機関、それから育種家の皆さん、そういったところでですね、これまで、いろいろなところでの新しい品種っていうのが生み出されてきて、それによって今日本の農業が支えられているという現状があろうかと思います。で我々のこの種苗法もですね、そういった方が引き続きですね、この育種をやっていけるようにということがですね、一つのあれでございまして、そういったことでちゃんと保護しないとですね、結局国内の育種っていうのが行われなくなってしまって、最終的にはその海外からの種との競争に勝てなくなってしまうというふうにならないようにしたいということでですね、国内の保護をしっかりしたいというようなことで、申し上げているというようなことでございます。サトウキビについては室長から。
佐藤家についてはですね、まず原言集を資料管理センターのところで作りまして、それから県を通じて供給しているという形になっております。で、登録品種もありますし、一般的な品種もございます。まず一般的な品種はですね、まず何ら制限はございませんけれども、登録品種は例えばですね、新しい収量が高いものとか、そういうものについてはまあ、この制度上ですね、育成者権というのによって許諾を得ることをですね、求めたいとは思っておりますけれども、まさにサトウキビというのはですね、そういった形で農家で増やしていただいて、まさに産地化していると。まさにそのために、まあ、まさにその産地化するために農研機構もいいのを作って、県もそれを支援しているということでございますので、まさに農業者の方がですね、できなくなるようなことをですね、そういうことにならないというふうに考えています。ならないというか、登録された品種は農研機構の許諾か、あるいはその種を買わなきゃいけないわけよ。許諾を受けて増殖することは当然できますので、今と同じようなことを許諾を受けてやっていただくということを。その都度許諾を受けないと勝手に自家増殖できなくするっていうんだろう。いや、その都度ではございません。いろんな許諾の仕方ございますけれども、例えば農協とかを通じて許諾をする、包括的にですね、何ヘクタールを栽培すると、でその中では増殖をするということを含めて許諾をするということもございますし、いろんな形があると思って、絶対種を買わなくてはいけないということでは全くございません。ただね、ごめん、私だけ話して。すいません、申し訳ありません。お時間の関係もありますので、ちょっと待って、今の実は非常に重要な話で、で実は種子島に農研機構があって、でそこで種子島に農研機構の補助がありまして、でそこで原種の開発等をご存知だと思います。それで沖縄までの南西諸島のサトウキビ栽培の作られているんですね。でそれを農家がでその増やしていくし、価値化増殖して利用していると。でこれをいちいち許諾しなきゃいけないという話になると、これかなりの問題になると思うんですけど、でしかも許諾の方法が農協からっていうのは、サトウキビの場合ご存知のように農協一括管理じゃないんですよね、全然。だからそういう点でも非常に大きな問題になると考えてますけど、であともう一つはその柑橘類の選定種の利用、それから栃木で言えばとちおとめなんかも、そのいわゆる何ですか、よく詳しく分からないけど、枝が出てきてそれを切って増やすっていうね、ランナーで、こういったものが全部その自家増殖一律禁止っていう話で、これは触れ回れると農家にとってはものすごく大きなダメージ、そのため毎年その許諾するか、あるいは買い入れなきゃならないとなると非常に大きな話になるんで、ここはもう一回確認ですけど、これは今まで通りやれるっていうことなんですね。育成者権者がですね、そこについては判断することにはなるんですけれども、ただまさに負担にならないような許諾の今の資料の配布もですね、そういった形で出されていると思っておりますし、育成者権者は 今の場合は農研機構ですね。で国ってのは要するに国民の税金で成り立っていて、で国民のお金によって開発した、つまり国民が育成権者じゃないですか。それを許諾するってのはなんか自己矛盾じゃないですかね。農研機構は農研機構としても当然その運営非交付金というですね、税金が主要なですね、運営主体でございますし、まさに日本の農業者のために試験研究を行うという機関でございますので、まあ、そういった日本の農業者のためになるようにですね、その品種の利用を判断されるというふうに考えております。その一つで、はい、農業競争で強化支援法という法律で、はい、農研機構とか各都道府県の育種権、知的財産権で有料な品種の知見、それを全部民間に譲渡しなさいという法律をしたじゃないか、ね、そうすると農研機構とか例えば鹿児島県で立派に作った品種をそのモンサントの子会社とかいろんなところに企業に譲渡される。で私は一回タダでやろうかと聞いたら、それはお金を取りますと、契約してきちんとやりますと答えられたけど、どうするでしょうね。でそういってこれからどんどん民間にでそういった事件を日本は譲渡してしまうとなってるじゃないか、法律で。
ね、ただ民間が許諾するわけないじゃないか、一本ずつ苗を買わなきゃいけない、サトウキビでも、ね、サツマイモでもと、大変なことなんだよ、これは。ちょっと私だけ言っちゃいけないけど、すみません、ちょっと、あらかじめ出している質問に対するお答えをいただこうかと思っていたのですが、なんかちょっと議論がどんどん先に進んでしまっておりますので、こちらに関しましては後ほど例えば文書ですとかでまたお出しいただくことは可能でしょうか。そうでしたらすみません、一言お願いします。すみません、ちょっとお待ちください。それは大丈夫でしょうか。文書でお答えいただくというのは大丈夫ですか。はい、ありがとうございます。ではこのまま質疑応答を続けさせていただきたいと思います。循環型社会研究会の理事をやっております江本と申しますけれども、今日やはり伺っててですね、日本国民のための農水省さんの発言というふうに聞こえないというのが最大の問題なんです。日本が、都道府県の、研究所でコシヒカリを、長年にわたって税金なり農協のお金なりみんなのお金で開発したものが安定的に供給されていて、生産者にキロ400円ぐらいで毎年良質な種を渡っています。ところが三井化学さんとかが作りますと、売れてない製版ですけど4000円になっちゃうんですね。でこういう問題を今回の認定品種は、自家増殖も全部禁止で毎年買えというようなことを言われたら、もう農家やっていけないって話です。でここにあります野菜はわずか 1% か 2% しか登録品種じゃないですよという資料を出しになってますけども、ご承知の通り野菜の種の7割はモンサントとかダウが持ってまして、全部ほとんど F1 品種です。今農家さん作ったら全部 F1 品種ですね。つまり毎年買わざるを得ないものの状態になってるんで、登録品種じゃなくても全く問題ないというか、買ってくれるんでもならないって話なんですね。なのでやはりですね、日本の農業自給率、食料自給率わずか 37%、砂漠の中にあるイスラエルですら 95% です。でこんなに食料自給率低い国で、これ以上農家さん、生産者さんいじめてですね、一体日本の将来どうなるでしょうか。温暖化であと2度地球の気温が上がったら大恐慌になって食物輸入できなくなるって見えてるわけですよ。そういう状況でなんとかその 10羽の種をなんとか回して収益をやっていけるようにするっていうふうに農家努力してるところで、こういうのを一律にやられるとさ、かなり破綻すると思うんだけど、そこが非常に疑問で、どういう立場で、まるでモンサントやダウのまるでこう出先機関のような発言に聞こえるので、非常に不満を覚えました。基本的にはですね、我々その考えておりますのは、国の種苗であったり都道府県の種苗であったり、あるいは、国内のですね、種苗業者がですね、作られている苗、こういったものがですね、日本の農業を支えている今の現状にあって、これからも新しいですね、そういった苗がそういったところから供給されて日本の農業者が使えるという姿をですね、やはりやっていかなくちゃいけないんじゃないかという中で、こういったですね、きちんと育種が引き続き行われるような環境整備というのが大事なんではないかというふうにですね、検討を進めているというような状況でございます。で、そういった中でですね、例えば、F1 の種みたいなやつはですね、それは実際には撒けばまた全く別のものが今度入ってくることになりますので、そういったものはこういったものとはまた別の世界でですね、実態上の保護が図られているということになるわけですけれども、やはりそうじゃない品種っていうのがですね、たくさんある中で、そういったものもしっかりですね、これからも開発されていかないとやはり困るんじゃないかということでですね、こういった検討しているということでございます。
で、まあ、あの腰引いたりなどの話ございましたけれども、基本的にはですね、そういった、まあ、過去には日本のいろんな人が開発して、新品種として出てきたものであっても、一定の期間が経てばですね、そこの部分については一般品種になってですね、誰でも使えるものになっていくということですので、そこのサイクルがですね、しっかり回っていかないと日本の農業の底上げというのが、まあ、将来的には期待できないのではないかというふうに、まあ、考えているということでございます。うまく言えないんですけど、今聞いていて、全部を一緒くたにして考えるからこういうことになるんじゃないかと思うんですけれども、だから結局この本当に保護したい人たちを保護できなくて、このモンサントであったりとかっていう企業が儲かるようにしてしまうようなことになるんじゃないかと思うんです。で、最初のお話聞いてると、一番の問題は国外に流出したものをどう保護していくかっていうところだと思うので、まずはそこの審議をして、細かくこの政策を決めてから、それからのこの話じゃないかなっていうのを私でさえもこう思うんですけど、皆さんはどう思いますかね。一緒くたにこれを全部保護しようってするから、この一つでこのし話し合うから全部がこうぐちゃぐちゃになっていく、保護したい人が保護できなくて、使いたいと思う人が使えなくてっていうことになっちゃうんじゃないかなって、うまく言えないんですけど、すごく印象的にはそういうふうに感じました。で、皆さん農水省の方は分からないのかもしれないですけど、モンサントのことは映画にもなっていますって、私はそれを見ています。遺伝子組み換えドゥレットっていう映画が出てますけれども、そこではアメリカではモンサントの種を使ってもいないところに、モンサントの会社の弁護士さんが何かが来て、モンサントの遺伝子のものがこの種に入って、植物に入っていますということで訴訟中になったりしているという状況があったりします。企業が入ってくると、そういったことも起きてくるということを映画で見ました。なので、やっぱりそういう、どんなことが起こりうるかということを、やはり情報収集して、考えていくことも必要なんじゃないかというふうに思いました。今のあの我々ですね、その海外流出、まず大事なんじゃないかということについてはですね、おっしゃる通りだというふうに思います。で、このシャインマスカットについてはですね、農研機構が海外で登録しなかったということで、まあ、その結果現在ですね、例えば中国や韓国で産地化されているものをですね、どうすることもできないという現状がございます。で、我々としてはそういったものがですね、繰り返されないようにしなくちゃいけないということで、海外にですね、積極的に品種登録をしてくれということをですね、育成者の皆さん、農研機構も含めて都道府県やその以外の方にもですね、お願いをして進めていると。一方で、その海外に持っていかれるということ自体をしっかり止めなきゃいけないということでですね、まあ、今回いろいろな複合的なですね、措置を講じていこうということで、検討を進めているということでございます。宮崎県が牛の飼料で刑事告訴したように、で、海外に持ち出そうとするものについては刑事告訴ができるじゃないか、今現行、うん、すいません、ちょっと他の質問も入っていますので、お時間の関係で少しいくつか、もし質問終わりの方は今のうちに挙手をしていただいて、今の山田先生のお話なんですけれども、その侵害、育成者権侵害でしたら告訴ができるということで、先ほどお示しになられた中で、その例えば増殖したものを持っていくのでしたらですね、まさにそれができるということですけれども、正規に買ったものは持ち出しが今止められないというのが種苗法です。でも種苗法の中で種苗法の中でこの10年前の資料でも、そって取った種をさらに持ち出すのは第三者に譲渡するのは禁止となっているし、
で21条を解釈すれば、1項で育種権者の権利を認め、2項で例外やってるから、2項の例外からして法律解釈としてもできるはずだろう。1項を認めていますよ ねだから、あの総農水省がそう言ってるのはまさにそれができないからと言ってるけども、僕は育種権者の権利を侵害してるから刑事告訴はできると思うんだね。宮崎県がやってるじゃないか、ね、昔になりますけど、やはりその侵害とかいう行為にならないと告訴はできないと。侵害、はい、侵害する恐れがあったらできる。いや侵害、いやあの今は種苗法上はそれは認められた行為、持ち出しの場合ですね、はい、あの購入してですね持ち出す場合と増殖して持ち出す場合で扱いが分かれておりまして、そうそう、増殖する場合は禁止になる、増殖している場合は禁止になる、もうすでに禁止されてるんですけど、今回やろうとしているのはあの購入して、持ち出す場合ですね、これを防がないとですね、あの市中で買って、その種苗をそのまま海外に持っていこうと止められない、それをそう解釈してるのは農水省が解釈してるんだろう。そう、あの、ね、まあ、農水省そういう条文になっているとね、我々は法律家だね、我々の法律家だったら育種権者の権利を侵害されたらね、それはまさに私はその修行したやつだけが、あの増殖したやつだけが持ち出し禁止になるんじゃなく、買ったものでもあの実際に育種権者の権利を侵害するんだから、外に持ち出したら、外に持ち出したら自由になるんだから、それと思うよ。まあいいや、いいや、それはね、はい、あのご質問、あの農業者でもないし、詳しいことを分かるわけでもないですけど、育成者ってずっと使っていらっしゃいます。育成者って誰想定して育てて、何育成者って、本当の育成者って普通の農民でしょ。育成者って使ってらっしゃる言葉は新品種を作った人、その新品種を作るまでって神様じゃないんだからさ、ポンってここに新しい何だか分かんないけど作物ポンって生み出したわけじゃないでしょ。それって地球ずっとあって農民ずっと作り続けて、多分25年前のものない、できるものないとしたら、そこに特許をつけていくっていう発想、生物生き物とゲノム編集のこともそうですけど、生き物や作物自然物に対して特許って、これは私のものって何、神様がと思うんですよ。育成者っていう言葉を使っていらっしゃる、それで育成者の権利を守る新品種を作っていることが日本の農業を守っていることかっておっしゃること、意味わかんない。日本の農業者どんどんやめていこうとしてて、農業者苦しんでいくって分かってるのに、何が日本で新品種育成した人の権利を守るって言うんですか。食べ物なくなっちゃうから心配してんの、食べれなくなっちゃう、子供たち飢えちゃうんじゃないかと思って農業者どんどんやめていくんじゃないかと思って心配してるんです。農水省ってどこの味方新品種、例えばですね、あの例えば今気候が暖かくなってきた中で、例えば新たな病害虫が出てくるといった場合には、その病害虫に強い、例えば品種を育成すると、それはその、あの全く新しいものではないですよ。ただあの、まあ、種苗法には一定の、 あの要件ございますけれども、例えばそういった あの暖かい気候で発生しやすい病害に強いものを作ることがですね、やはり、今後の農業者としてそれを使って、農業をやりやすくできると。それからもう一つちょっとあの考えていただきたいのは、その新品種をですね、あの農業者は選択の自由はたくさんあります。既存の品種でも使えますし、
ただ新品種を開発した人がその新品種を使うときには25年間ですけれどもその、許諾を得てくださいねということをですね今考えております。すみません。だったまあこれ拉致開かない話だと思うんですよね。で多分ほとんどの人は省庁の人に不信感を持ってしまいました。なので今考えなきゃいけないのはどういうことかなって考えたときに在来高麗種っていうような部分に対しての今後にこうお金をかけないで済む、例えば今回だったらば登録品種って言ってましたけど、この登録品種っていうふうな部分で開発費用が取れないんだったらまたその先に伸びてくるかもしれない、いろいろなその法律改正っていうのをやめてもらいたいから、例えば古来種、在来種、それに対しては今後例えば30年、50年一切この登録している種苗のようなものと同じような扱いでこう例えば申請をしなければいけないとか、その時間分子を禁止するとかそういったことをやめてほしいです。どちらかというともう守んなきゃいけないのはそっちの方かなと思っているのに、割となんかトンチンカなことにしか聞こえないです。本当申し訳ないんですけど、全然なんか土の中とかローカルとか全然見てない発言にしか聞こえないので、ぜひですね、外側を見られるのは、まあ、国が株式会社化してるからしょうがないと思うんですけど、もうちょっとなんかまともな話になるのかなと思ったけど、まあ、割と、まあ、やることがちょっと逆かなっていうふうに今日感想を持ちました。すみません。在来品種についてですね、制限されることがないようにしてほしいということだと思います。それはですね、条約上もそうですし、我々の考えとしても全くないというふうにお約束をできると思います。基本的にですね、登録するときには過去の今まであった品種ではないものでなければ登録されないということになりますし、登録されたものでなければそもそも育成者権っていうものが発生しませんし、育成者っていうものもいませんので、そういった形で制限がかかるということはもうありえないというふうに。この種を使わなくなったらどうなります？在来品種ですか？登録された品種ですね、使われなくなるということはこれは大いにあることでありまして、そのためにその育成者の方はですね、日々どんどん新しい品種を研究開発していかなくちゃいけないということでございまして、需要がなければ当然見向きもされないということだと思いますけれども、やはりそれぞれ都道府県なり国でですね、克服したい課題というのをそれぞれ持ってますので、そういったものをですね、克服した新しい品種っていうのを生み出すべくみんな努力しているということでございますので、そういった新品種がこれからもですね、出てきて日本の農業を支えていってほしいというのが、この法律の考え方でございます。はい。すみません、一般参加者です。一点だけ質問なんですけど、先ほど山本先生がおっしゃった第5回の検討会の資料に載ってた、自家採取原則禁止の文言、今回いただいた農林水産省さんの説明資料には全く書いてないんですけど、それはなぜとしてなかったのでしょうか。あと、その文書というのは僕たち国民はホームページ等で見ることは可能なんでしょうか。それだけ教えてください。検討会の資料はですね、すべて農水省のウェブサイト上に載ってますので、見ていただくことができるということでございます。それから禁止の件につきましてはですね、我々といたしましてはこの増殖をですね、されたい方についてはその育成者権を持っている人に許諾を得て行っていただければそれ全く問題ないというふうに思ってますので、そういったような表現をさせていただいていると。先ほどよりちょっと手が上がってるみたいなんですけど、
2つほど伺いたいんですけれども、まずその一般品種の中に在来種とか伝統野菜とか ありまして、これをですね今農水省として数としてどれぐらい、これは在来種です、これは伝統野菜ですっていう線をですね、どこまで引いてらして、どこまで把握されてるかということを伺いたいのと、というのは例えば全く認知をされていない植物、それを野菜として食べたいですってなった場合、これまで名もなきものが登録されることになりますよね。その場合は新登録新品種になるのか、それともそこはずっと地元で一人のおばあちゃんだけが食べてたかもしれない、それは伝統野菜と言われる受け継がれているものになる、とても曖昧な線の中でこれジャッジされていると思うんですけれども、この線をどこにどのようにして引かれるのかってことをまず一つで、この中のルールで、特性表というものを、さらに精度を上げて、育成者の、権利を守るような、ものに高めていく、精度を高めるとありましたけれども、現状どういった項目で何を記載されるとそれが精度が上がるのか、DNA の、こちらの前の前回までの資料ですと、 DNA 情報のみでは同一の品種として育成者権侵害を問うことは困難ではないかというふうに書かれています。 DNA を調べてもわからないことを特性表という紙でしょうか何でしょうか分かりませんが、それだけで、逆に言うと判断ができるのでしょうか。非常に今グレーが多くてですね、これがみんな不安な部分かなと思うので、ここのあたりですね、一度はっきりとお伝えいただけると助かります。伝統野菜とか、あと在来種の数ですね、数というのは非常に数えるのが困難でございます。いろんな伝統野菜の定義がございますけれども、それは数としてはですね、日本は非常に豊かな伝統野菜があって、どんどんそういったものが失われているというのがですね、今現実にあると思っておりますけれども、そういったものもですね、すべて数としては非常に把握するのは困難ですけれども、そういったものが例えば新品種として知的財産権であり育成者権として保護されることはありません。それはしっかりとですね、そういった在来種のようなものがあるとあればですね、そこでちゃんと審査をして、そういったものと違うということを明確に区別されるということによってですね、新品種になります。で、その何で区別されるのかというのは、植物によって例えば花の色であったり葉の形であったりですね、いろんなもの植物によって決めてございます。そこは、ある程度国際的にも調和をとって、ここが違っていれば、しかもぼやっと違うんではなくて明確に違っていればですね、新品種になるという基準がございまして、それに従って審査をしておるというところでございます。で、今DNA でもというふうにおっしゃられているんですけれども、実際にはですね、その DNA がかぶっていてもですね、同じ形になるとは実は決まっておりませんで、で我々品種登録制度ではDNA を使いません。登録にあたってはですね、それは品種登録というのはまさにユーザーである農業者にとって何が大事かっていうのは、その作物品種が持っている特性が大事なんですね。DNA を使うわけではないので、かなり学術的には精査されてきた中で、特徴と DNA の関係というのは分かってきておりますけれども、現在ではどういった特性を持った植物であるか、それがこれまでと違うかというところ、すみません、ちょっと抽象的になってしまっているかもしれませんけど、作物によってですね、明確に基準を設けて審査をして、在来のものではない新しくですね、この人がしっかりと育成して新しく大病性を供養したとか、より大きな実をつけるようになったとか、そういった場合にのみですね、登録されるということになっております。はい、ちょっとごめんなさい。一度ここに前の知財課長を読んで聞いたことがあった、在来品種と新登録品種をどうやってやろうかって聞いたら、さっき言ったように人的能力でやるしかないんですと言ってた。ところがね、大根にしてももう島に行ったら、沖縄に行ったら島ごとに大根の品種なんだ。でそれこそ桜島大根からね、で三浦大根ってもう人によって野望がついてんだ。何万って種類が在来種あるんだよ。ね、それをモンサントがちょっとその一つの品種をちょっと固定させていいものだからって言って、在来種みんな誰も登録してないから、それを登録したとするとね、
で、その時に本当に損るかどうかっていうのはどうやってやるのか、ね、何万ってある中で在来種ができるわけないだろう。で、実際に一回農水省で新品種と登録品種と在来種と登録品種をしている担当者、もう今辞めてるけど、その人に会って詳しく聞いたんだろうか、どうやって新品種として登録できるんですか。よく分かってる、不可能だね。例えばデータがあるやつもわずかしかないんだよ、農水省に。そうだろう、ね、何万って在来種あるんだよ。そうなると、あの飼料法21条でも登録された品種および特性により明確に区別できなくなった品種、いずれも自家採取自由になっている。だから野菜というのは登録された品種であっても種を買ってきてもそれを植えると変わるんだ、どん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 変わっていくんだよ、種っていうのは。だから特性により明確に登録品種と区別できない品種も原則自家採取自由ですと今の法律になってるんだね。だから大丈夫なんだよ。だからそれをね、じゃあ裁判で今キノコだけで6件裁判起こられたじゃないか、勝ったり負けたりしてる、これはね。で、今日弁連ではまさに法と正義っていう雑誌の中にこれから育種権農業におけるこれが争いになるだろうと、で、さっきから課長裁判の話を一生懸命したから、育種権者のモンサントの子会社の都合のいいように特性という制度を飼料法を改定してやるんだと。その特性に合わなかったら全てあの違反で、例えばカナダの伝統的な固定種やってるナタレ農家はモンサントに誰ってみんな負けたいよね。いいかい、農水省は本当に農民の味方でなきゃいい、みんなが言ってる。だから本当この飼料法の改定あったらこれくらい最悪のものはないと思って僕はこれはね。だから裁判だったら勝つか負けるか分からないんだよ本当に。だから伝統的な固定種で皆さんに大丈夫だ大丈夫だって農水省言ってるけど、いつモンサントから何十億って賠償請求されるか、伝統的な固定種をやってきた有機栽培農家も分かんないよ。これはね、今までそうやられてきたんだからアメリカでも、ルランで、ね、だからここはしっかりこの法律の改正止めんといかんと思っています。私ばっかり気をつけてごめんなさい。若干あの山田先生おっしゃることは非常によく分かるので、あのトントロジーになるかもしれませんけど、そのどんどん変わるような特性を持っているのは登録基準にそもそもなりませんし、在来品種と新登録品種でも変わるじゃないか。いや、だから法律の21条で特性により明確に区別できないもの、それができてくるけどそれもっとなる。いや、あの本当に変わった場合にはもう登録取り消しになります。47条ございますですね。はいはい、まあ、あの水かけるんだったらですね、ちょっとここは今日はここで、はい、あすみません、先ほどから手を挙げていただいている方にまず、そうですか、まあ、フリージャーナリストの高橋と申します。まあ、国内登録出願数が日本ではあの減っているとおっしゃっておりますが、まあ、自家増殖禁止法というのは莫大に増えているわけですよね近年。あの21条 の参考の例外品目が一気に増えているわけですよね。まあ、これあの山田先生が戦った TPP 幻想症の中で東京高裁が背景に TPP があるというようなことを判決で書かれていましたけれども、まあ、この原則禁止にするっていうこともそうなんですけれども、こういう動きっていうのはどこから来るんでしょうか。官邸の方から来るんでしょうか、それともあのこういうモンサントとかそういう種子メーカーがドアノッキングみたいなことであの省庁に圧力をかけて、それでこういう検討会が開かれたり背中を押されてるんでしょうか。そのあたり教えてください。自家増殖についてです
ね、これあの平成10年種苗法ができた後ですけれども、やはり新品種の開発を促進するという観点ではですね、自家増殖についての制限ということをですね、制限あの育成者権を及ぼすということについては、平成16年の研究会とかたびたびそういったことはですね議論されてきておりますし、まあ、あのこの間どなたかもたくさん増えたというの話がございましたけれども、これあのそれは平成27年の検討会の結果を踏まえてございますけれども、まさに平成10年の種苗法改正以来ですね、我々としては着実にそういった検討を進めてきているという現状でございます。であのただまだ出てないじゃないかとおっしゃるんですけれども、あの実際にやはりその自家増殖ができなくあのできないというかですね、あの育成者権の許諾が必要になったと言っても、そのすぐあの育種というのはやはり何年もかかるものですから、そのすぐにですねそういった成果に結びつくことはまだないということかなと思っております。圧力ではなく、これは、もう10年以上前からですね、我々としてはその方向で将来的には原則として登録品種には3年ですよね、一気に増えたのは立ち替えに増えたのは平成26年、27年の検討会において、その自家増殖に育成者権を及ぼす、植物の基準というのを定めました。それはパブリックコメントも経てですねやっておりますけれども、それに従ってですね、増やしてきているという状況でございます。判決では施行法廃止の背景に TPP 協定があることは否定できないって判決なんで、日本の司法を認めてる。すみません、ちょっと別の視点からお話しさせていただきます。今までの話ちょっと忘れていただいて、頭真っ白にしてお聞きいただきたいと思います。あの私子供をやっぱり孫とか育てるにあたりまして農業者なんですけど、できるだけ自然界のいいものを食べさせたいと思って作業を作っております。同時に消費者の方にも本当に栄養のある安全な作物を提供するために本当に自然農法で作っているんです。そこには農薬など全くありません。それでも十分に立派な美味しい作物ができるんです。なんでこんなことをむちゃくちゃ言わなければいけないのかと私は思うんですけれども、あの有機農法でまた自然農法で作った作物を食べることが人間にとっては一番自然で体にはいいんですね。こんな変なものを考えて新種を登録したりして、あの新しい技術で企業が作り出した種なんか使いたくないです。はっきり言ってこういうものを子供に食べさせたくないと思っております。あの原点に戻りますと、それでアメリカは非常にその消費者とそういうあの種子メーカーとの間でトラブルが永遠と、これ将来にわたりましても永遠と続くと思うんですけど、企業の利益かそれともあの国民の生命を尊重するかというところを議論していって、果てしない戦いが続いておるんですけど、日本の消費者はまだそこまであの知識がないためにわからない。農水省がしっかりと僕は止めていただきたい。でないと日本の国民は守れません。子どもたちの生命が守れないと思います。なのでこれはあの将来ぜひあの日本の国民を、日本の国を守る上で有機農業を促進していただきたいと私お願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。あの有機農業をあの促進するというのは、種子苗法と、関係する部分としてはですね、例えばその今回の検討会もあの MOA 財団ひじまさんにお越しいただいてですね、そういったやっぱり有機向けの品種、有機向けというのはやはりその病気に強いとか肥料の吸収力とかですね、そういったのがあるので、そういったところは、在来種もしっかり使いながら新品種も作ったり、そういうのを両方していかなきゃいけないんだよってことはお話しいただいて、ただ一番問題は混雑してしまうんです。はい、モンサントの種が混雑しますと、はい、私たち有機農法が成り立たなくなってしまって、種子が使えなくなってしまう可能性が、あの生物多様性も失われますし、農薬まみれの農業もやってしまうので、そういうことを避けたいわけです。私あの、有機の種子の生産をしているものなんですが、非常に今回のですね、ゲノム編集の
出資を含めてですね、農産物が自由化されるという中でですね、フリーパスでこう入り込んでくるわけですよね。出資として、まあ、間違ってそれを使っちゃったという場合には、かなりの量が、ね、いっぺんにこの市場に出回る、農家の手に渡っていくという関係になるだろうと思うんですね。それから私ども有機の中ではそういうそのイエローメディシアはもちろんですけど、遺伝子組み換えは禁止条項になっているわけですけども、にわかに最近ですね、それの検討をしなさいという、委員会がですね、ファミックを中心に行われ始めたんですよね。全く我々からすればそんな必要はないわけなんですが、なぜこういうふうな動きが出てきているのかと。で、先ほど日本の農家のためにという話が随分ありましたけども、もしそれを言うんであればですね、なぜ出資法を廃止してしまったのか。予算を一切で政府はもう出さない、県によっては県の方も出資さんから手を引くと、そういうところも出てきちゃったんですよ。で、全部民間に渡しなさい、その民間の実態は何か考えてみれば、担当者の皆さんはよく分かってらっしゃるんだろうと思うんですよね。日本の民間企業で稲麦大豆の種子の生産する能力を持っていると何社あるんですか。5本の指に入っちゃうんですよね。非常に金と時間のかかる世界ですから、民間企業は手を出さないんですよ。出せるのはこれは国際的な企業ですよね。もう最たるものはモンサントだと思います。それが今日本の市場を明快に狙っていると、そういう全体的な状況をちゃんと把握して行動を取らないと、とんでもないことになる。例えば、いわゆる小麦の中のね、いわゆるラウンドアップの残留基準なんかも大幅に緩和されましたよね。誰があれで利益を得るんですか。それから農薬取締法も改正になりましたよね。その中でジェネリック農薬が非常に安く出回る、それがホームセンターで大量に売られる、もう環境汚染も花だし、それを農水省は、日本の農薬メーカーは創建技術は素晴らしいけれども販売力がないから、ジェネリック農薬の登録を簡素化してね、どんどん売りなさいって、そういう提案をしてたんですよ。これ誰が儲かるんですか。国民が一切も儲かる、子供たちの未来はこの汚染によってどういう状態に置かれるのか、これはかなり深刻な事態が将来出てくると思います。近い将来で、現にも発達障害の子供たちはものすごく増えてるわけですよね。増えてます。増えていて、その事実がありながら誰もその原因を解明しない。これは国家戦略としてね、解明委員会立ち上げなきゃいけないんですよ。手遅れになりますよ。で、我々は農薬の成果と、まあ、モンサントの開発したね、いくつもの、除草剤がありますし、それから、それ以外にネコネコだとかヘプロニル農薬とか、そういうものが全部神経毒性を持っているんですよね。で、それが影響しているのではないかっていう指摘をしているのに反応もしない、無視、解明しようともしない。で、そういう国の今の姿勢ね、これは国民に対して責任を負うっていう、そういう立場じゃないんですよね。農水省は食べ物に対して責任を負う部署ですよ。それがなんでね、こんなその自家採取禁止どうのこうのっていうところだけにね、こだわるのか、さっぱり気が分からない。どう考えてもこのモンサントの味方をしていると、その先輩になっているというか、そうとしか思えないんですよ。それをね、改めない、それないと10年先ね、50年先、あれもっと近い将来かもしれない。5年後には日本の農家をやる人いなくなるっていうでしょね。2025年危機って言われてますよ。私も75歳ですけど、今現役で農業やってます。もうあと5年経ったら現役できないんですよ。それがどっと少なくなる。誰がやるんですか。そういう危機的状況の中にある中での、こういうつまらんことのね、自家採取禁止だとかなんとか、
なんでそんなことが政策に上るの。これはどう考えても日本の中から農家から出てきた話じゃないんですよ。違うでしょ。出てきたのどこからですよ。それをちゃんと踏まえた上で発言をしてください。これはぜひその最前線に立って農家のためになる、日本の農業のためになる、そこのところをしっかりと抑えて政策展開していただきたいと思います。すみません。時間的にこれであの質問の方はあの割とさせていただきます。ちょっと待って、一つだけ。あのね、9月30日にゲノム編集の種子を有機農業のものとして認証するかどうかっていう検討会が開かれた、開かれてない？分かりますね。知ってるよりと開かれた。分かってないことないだろうか。本当に知らなかった。知らないわけねえだろ。で、次2回目が開かれるけど、その資料を見るともうそれありきの内容になってる。そうなるとまさに有機栽培でやってきた、自然栽培でやってきたのが汚染されていくんだ、一気に。だからそういった状況で非常に今厳しい状況にあるということを今日皆さんにぜひ分かってほしいなと思ってます。すみませんね、そのゲノム編集に対してはじゃ全然お分かりにならないですか。有機ジャスでゲノム編集ということですね。はい、分かりました。では、農水の皆さん、何かおっしゃりたいことは特に大丈夫でしょうか。分からないんだから今度は局長から呼んでください。あの先ほどご指摘いただいたあの、まあ、自家増殖の話ですね。どこからっていう話でございますけれども、まあ、我々この検討会を立ち上げてですね、議論してますけれども、やはりその中で、例えば山形県に来ていただいてですね、で山形県ってさくらんぼにすごく力を入れていて、でさくらんぼで産地作りをしたいんだけれども、まあ、そこのところでですね、今、まあ、農家の皆さんにこう新しい非常に大粒のさくらんぼのですね、まあ、苗を配布してですね、まあ、産地作りをしようとしてるんだけれども、まあ、そこの中でやはり自家増殖っていうのをどういうふうにするかというのが課題なんですというような話をですね、まあ、ご議論いただいて、例えば松屋姫ではどうしてるかとかですね、そういった話をしながら今ここに至っているということでございまして、あのそういう意味ではあの、まあ、産地と、まあ、それを作ろうとしている、まあ、都道府県の皆さんからのご意見とか、あるいは、まあ、これまでのですね、まあ、シャインマスカットとかですね、そういったものがどういうふうに海外に流出してしまったかと、そういったのをですね、検討している中で、まあ、こういった議論になっているということでございます。はい、ありがとうございました。もうお時間かなり過ぎておりますので、これにておしまいとさせていただきたいと思います。で今日お配りした資料、かなり大変申し訳ないのですが、こちらの不手際で、想定以上のご参加が、ご参加をいただきまして足りなくなりまして、もしまだ手元に資料がないという方はお帰りの際に受付の方におっしゃっていただければと思います。万が一足りない場合お送りするということもできますので、こちらの点よろしくお願いいたします。あと今日農水省さんでお配りいただいた資料は、あちらは、公開はダメなんでしょうか。基本的にもう公開しているものばかりです。あ、そうですね。じゃあデータを公開するということは可能ですか。はい、わかりました。ありがとうございます。あと大変申し訳ないんですが、今日お答えいただく時間がなかったこちらの質問に関しましては、後ほど文章でいただきまして、そちらもまた公開させていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。では長時間にあたりまして皆様大変お疲れ様でした。ありがとうございます。申し訳ございません。